では早速メールをご紹介しましょう。さらっといったんだね。では早速メールをご紹介しましょう。はいはい、大阪府のラジオネームレナーナ、高校3年生18歳の方からいただきました。はい、リュウジコミ君こんばんは。こんばんは。突然ですが、はい、実は私来月ピアノの発表会があります。うん、最近は緊張と不安で発表会をドタキャンしてしまうかと思うくらいです。おーおー、舞台での緊張の対策って何かありますか。うん、こんな私にアドバイスとエールをお願いします。なるほど、レナーナちゃん、うん、電話しましょうか。見ましょう。はい、ピアノの発表会緊張するんだよな。おかかりましたね。レナーナちゃん。レナーナ18歳。出るか。お、もしもーし。もしもし。もしもし。キープオンドリーミングです。3代目 J ソルブラザーズ今井中二です。はい、戸坂ひろみです。どうもー。どうもー。レナーナちゃん、ハッピートーク当選しました。おめでとうございます。今お時間大丈夫ですか。聞こえるかな。あれ、もしもーし。もしもーし。あれあれ、もしもし、もしもし、聞こえます。はい、聞こえてます。ハッピートークの方ですね、メールをですね、はい、読ませていただきました。うん、今も不安と緊張はあるんですか。やっぱりあります。なるほど、緊張しますよね。ピアノは昔からやってたのかな。小学校1年生。あ、そうか。じゃあ結構やってますね。いや、でもそんなに上手くないんで。いやでも相当やってますからやってたのね。うん、ほんまにそんなに。逆にさ、ピアノの発表会ってのはさ、過去にも何回もこうやってきてるの。何回か高校入ってからはやってないんですけど、うん、小学校とか昔はやってた。中学校では何回か、はい、あったんだ。なるほど。まあ、ちょっとそれで改めて緊張してくると。はい、人の前で何かするっていうのはね、絶対緊張と不安っていうのは誰もが絶対あると思うんですけども、うん、対策か何かありますか。おみし、いや僕もやっぱり未だにいろんなね場面で緊張とかはしますけど、うん、もう自分を信じるしかないですね、こういうのは。もう自分との戦いだと思うんで、緊張っていうのは多分自分との戦いだと思うので、うん、練習とかは結構やったりするんでしょ。だって、はい、もうだからその練習をやってきた自分を信じるしかないよね、もうやっぱり。あ、もうこんだけ練習したからみたいな。でそこで本番当日はもう吹っ切っちゃうとかね。こんだけ練習したんだからもう思い切ってやっちゃおうとかっていうことが大事かななんて思っちゃったりしますけども。今井さんどうですか。そうですね、まあ、緊張は 100% 人間すると思うんですよ。そうですね、やっぱ緊張してきたと思ったらそれを、やばいやばいじゃなくて、その潜在能力を出させてくれるものってプラスに、緊張する分めちゃくちゃ集中できるっていうか、うん、だからプラスに考える、うん、っていうのがすごい、まあ、難しいんだけど、そうだね、来た来た緊張してる、来た来たみたいな、うん、ぐらいのなんか考えの方がいいのかなって、うん、楽しむ、あと楽しむことですね。楽しまないとその伝わんないと思うので。はい、うん、ありがとうございます。楽しんでレナナちゃん。そしてですね、なんと聞いたとこによると今実際弾いてもらえると。なるほど。はい、弾いてくれるんですね。はい、下手ですけど。全然もうあれだよ、プレッシャーってるわけじゃないけど、逆にこれ全国の人が聞いてるから、ね、あのね、多分今めっちゃ緊張、はい、緊張してないでしょ。え、今そんな今緊張してないでしょ、そんなに。はい、そんなに今でしょ。今結構緊張した方がいいんじゃないこれ。逆にここで堂々と弾けたら多分ね、多分大丈夫だ。今ピアノ近くにあるのかな。あります。お、ちょっとでいいんですか。全然ちょっとでいいよ。逆に何弾くの。あのベートーベンのテンペストっていう、うん、あれね、めっちゃ知ってますか。あれ難しかったな。あの第四交響曲でしょ。いやあれ難しいんだよ本当に。レナちゃん準備の方できたら教えてください。そしたら、あ、大丈夫です。あ、本当ですか。じゃあ、はい、レナちゃんちょっと弾いていただきましょうか。はい、じゃあどうぞ。楽しみ。めっちゃうまいじゃん。めっちゃ緊張しました。めっちゃうま。緊張したんかい。もう発表会大丈夫だわ。大丈夫絶対。すごいね。へえ。リュウジピアノやってたじゃん。俺やってましたね。どうですか今の聞いてみて。いやー、レナちゃん半端ねっす。自分も幼稚園から小学6年生ぐらいまでピアノやってたんですよ。でも今その自分今26歳なんですけど、思ったのがやっとけばよかったなってすごい思ったんですよね、はい、今の年まで。
だれなちゃん別にそう辞めるとかそういうのないかもしれないですけど、うん、なんか、はい、せっかく結構長くやってるんでなんかずっとやり続けてほしいなっていうのをめっちゃ思います、ね、絶対自分 の、 あの特技っていうか絶対武器になると思いますし、はい、もう発表会全然大丈夫だと思う大丈夫このキーポンの量のあんだけガッツリ聞いたんだから絶対大丈夫もうハノンで指めっちゃ鳴らしてほぐしてね逆にね、もう、うん、あの当日もし緊張またね、まあ、どうして来たとしたら、はい、あもうリュウジとオミが大丈夫大丈夫って言ってたなあいつらなんていうのをまたそのね、うん、思い出して、うん、ちょっとそれで気が楽になるのであれば、うん、なんか本番楽しんでやってもらえればななんて思います、はい、ありがとうございます。